はい、こんにちは。数学を担当します。岩崎です。よろしくお願いします。さあ、今回ですね、北海道大学の2022年、前期の理系の2番の問題、こちらを解説していきたいなというふうに思いますね。はい、それでは早速問題見ていきましょう。はい、こちらですね。A は1ではない。これを満たすような正の実数としますよと。この時に、XY 平面上の点、P1, P2, 点点点、PN 点,点点、および、 Q1, Q2, 点点点、Qn, 点点点。はい。こういう点列が、すべての自然数 n について、このような形で、え表されている。これを満たしているとします。はい。つまり、この二つですね。はい。pn, pn 足す1ベクトルイコール 1-a 倍の pn, qn ベクトル。それと Q n, Q n、qn, qn 足す1ベクトルが、はい。このような成分で与えられているってことですね。はい。で、pn の座標を xn, yn としましょうというわけです。その時に、括弧一1番。 流れだけ見ておきますね。カッコ1番は、XN についての全化式を作りなさい。で、カッコ2でそれを解きなさいってことですね。初項と第2項を与えられます。参考間全化式ですから、初項と第2項を与えられれば解けそうですね。で、カッコの3番では、YN の一般項を求めなさい。まあまあ、YN の全化式を作って解けというところなんでしょうかね。で、そもそもこの XN とかさ、YN とかさ。はい、これって、まあ、こっちの XN がいいかな。 はい。っていうのは、そもそもこの xn とか yn っていうのは、どっから来てるかといえば、ここですよね。xn,yn。つまり pn の座標なわけですね。まあ、ベクトルで表せば、opn ベクトル、イコール xn,yn なわけで。はい。この opn ベクトルの成分になってるわけです。だから、まあ、こんな関係式があるけど、とりあえずこの qn とか qn 足す1。qn 関係は、 うまく利用して、で、この QN 関係は消去して、PN についての、ま、全化式を作るっていう方向です。まあ、当たり前のことを言ってるんですけど、QN を消していく方向で流れを作っていこうかなっていうふうに思いますね。はい。それじゃあ、チャット、黒板の方で書いていきますね。はい。それでは今のやつですね。二つのもの、えー、条件で与えられてたものを写しました。これ、丸一としましょうか。はい。そして、これ、丸二とします。で、今言った通り、PN についての、はい、座標ですね。 これ、x, n, y, n でしたから。はい、これ、op, n, ベクトイコール。はい、op, n, ベクトルイコール、はい、o ルール x, n, y, n と。まあ、座標を、次ね、ベクトルの成分で表現してあげましょう。はい、これを丸三としますね。はい、全部で一番、二番、三番という、まあ、番号をつけておきます。で、カッコ番で、全化式作るんで、 はい。xn, yn の関係。つまり ,opn ベクトルについての式を作りたいので、これを消去する方向でいきたいと思います。ちょっと一回全部 ,o を視点に変形してあげることにしましょう。丸一より参ります。はい。丸一よりこれ。pn,pn 足す1ベクトルですから、opn 足す1ベクトルマイナス -opn ベクトル。とにかく ,o を視点に変形しています。こちらも1引く a 倍の。 これ OQN ベクトルマイナス OPN ベクトル。トルこんな感じですかね。はい。そして、丸二の方も。はい。こちら OQN たす1ベクトル。マイナス OQN ベクトルですね。はい。これは成分で0カンマ。 1マイナス成分の a のマイナス成分でしょ。はい、こんな風に変形ができるという風にしますね。で、えっ、ー、と、さっきから言ってる通り、xn,yn の関係が欲しい。つまり、pn 関係を残したいので、はい、こちら、ちょっと丸1ダッシュ、丸2ダッシュしたときに、はい、この OQn ベクトルを消すべく、このね、ここってさ、ほら、丸1の方って PN、pn,pn 足す1、pn でしょ。 QN 関係ここだけなので、これ OQN ベクトルイコールに式変形してあげて、それをうまいこと活用し、これに入れることで、はい、QN 関係を消し、PN 絡みだけ残すような方向に持っていきます。ちょっとごちゃごちゃしてるけどね、頑張りましょう。では参ります。丸一足について。はい、丸一足に参りましょう。こちらですね。えっと、両辺を 1-A で割りますと、あ、 1-a 倍ので、そのままいっちゃいましょうか1。1-a 倍の OQn ベクトルイコールにします。はい、OQn ベクトルイコールにしますね。はい、左の辺 OP N、OPn 足す 1-OPn。N それと、このマイナスですけど、マイナス 1-a 倍の OPn ベクトル左に移行するというふうに考えて、足す。はい1、1-a 倍の。 はい。OPN ベクトル。こんな風にしますね。はい。そうすると、一個簡単になるね。はい。OPN ベクトルマイナス倍とこれ、1倍プラスで消えますから。はい。そうすると、こちらです。はい。OPN たす1ベクトル。はい。こちら。マイナス A 倍の。はい。OPN ベクトル。はい。こんな風になってくるってことになりますね。で、これ1、1マイナス A 倍ってのちょっと邪魔なので、A はどうせ1じゃないので、 A は1じゃありませんので、はい、1枚の A で割ってしまいましょう。つまり、OQM ベクトルイコール。イコール1。1マイナス A 分の1 OP、OPM たす1。ベクトルマイナス1。1マイナス A 分の A 倍の o p n はい、こんな風に作れました。お待たせしました。 えここから OQN ベクトルを OPN ベクトル、OPN 足す1ベクトルで表すという式変形が移行して、ね、できましたので、こちらをようやく活用できるかなと。はい。今出てきたのはこれですよね。OQN ベクトル。まさにこれが狙えたんですから、これが登場してきたわけです。そうしたら、ここの部分で N を1個増やした、これを、式を作ってあげることにより、うまいこと、このね、成分表現活用できるかなと思います。 では、こちらですね。ちょっと、おもちごちゃごちゃしちゃいます、ね。コメントしましょうか。はい。そしたらですね、こちらを作ってあげることで、はい。QN 関係を消していきたいと思います。N を1個増やしましょう。OQN たす1。ベクトル1個です。はい。そのまま1、1マイナス A 分の1。N を1個増やしてあげればいい。つまり OP N、OPN たす2。ベクトルマイナス、はい。 1マイナス分の A 倍 OPN たす1となります。はい、N1 個増やすことで OPN たす2が出てきますけど、ご心配なく。ほら、X の N たす2っていうのが出てきてるから、参考完全化式狙ってるんで、全然問題ありません。はい、ということで、こちら OQN たす1ベクトルイコールというのをね、これ作りました。一応まあね、細かく厳密に見ておくと、えー、もちろん N は自然数で、すべての自然数 N について考えてますから、 ここまで変形してきたこの米1についてはこれ N1 以上。で、こいつ米2としますが。はい。まあね。N を1個増やしたんで N は0以上で許されるということにはなります。はい。で、えこれようやく消せますよ。これ引き算すれば丸に出しが行かせますから、はい。米2から米1引きましょうか。はい。米2から米1を引き算することによって、これ引くこれになります。つまり、はい。まあ、一旦書いてみましょうか。 OQN たす1ベクトルマイナス OQN ベクトル。はい、イコールですね。これからこれ引きました。この後これを活用する予定です。はい、マイナスの1引く A 分の1倍の。はい、これ OPN たす2ベクトルマイナス OPN たす1ベクトル。 くことの、これマイナス、1マイナス成分の A が共通ですね1。1マイナス成分の A 倍の OPN たす1。ベクトル。マイナス OPN ベクトル。はい、このようになりますね。はい、ごちゃごちゃしているように見えますけれども、実際にはほら、OPN ベクトル XNYN なんで、これはね、あくまで XNYN。これは XN たす1 yn、YN たす1となるので、そんなにね、ごちゃごちゃしているわけではありません。 はい。ということで、丸2ダッシュを入れてあげることにしましょうか。はい。丸2ダッシュより、この左の辺ですね。まさに、これ引くこれ。というのは、はい。こちら。0カンマ。1引く A 分の。はい。A のマイナス M 乗。イコールというふうに成分表現されます。さあ、そしてこちらはというと1、1引く A 分の1倍の。はい。これ。 実際これさ、ほら、OPN たす1っていうのは X N、XN たす1、YN たす1。それから OPN たす2は、いいですね。これを N やね。N たす2に変わるだけですから、はい。XN たす2、YN たす2になりますので、はい。うまいことをこのまま成分で入れてあげましょう。XN たす2マイナス、XN たす1カンマ。 カンマ。はい。yn たす2引く y の n たす1。はい。マイナス1引く a 分の a 倍の、ちょっと狭いですが、xn たす1引く xn。ちょっと、こちら、y の n たす1引く yn は、下になっちゃいますけどね。はい。ということで、このようにできます。 はい。なので、参考完全可視化しても、ほぼほぼできてる状態です。つまり、これ、X 成分について、これ、イコール。これの X 成分。もちろんこれかかります。そして、こちらの X 成分。っていうところですね。で、Y 成分も取り出してあげると、カッコ1番がいけるということですね。では、これで取り出しをしましょう。ということで、こちら、X 成分に注目すればということですね。 はい、考えてあげましょう。あ、もちろんね、今ね、n が1以上と0以上で両方になってますが、こちら、両方共通ですからね、厳しい方の n が1以上という前提のもとでやっているということは、一応断っておきます。では参りましょう。x a 分取り出しますね。0イコール1、1引く a 分の1、1引く a 分の1 x n たす2引く x n たす1。 すそして、えー、マイナスの1く A 分の A。はい、これ場合の、はい、XN たす1く XN ですね。はい、こういうふうになっていきます。で、もちろん、XN たす2を XN たす1と XN で表せなので、これ分母払っておきましょう。これイコールに直します。はい、えー、0イコールです。 はい。1-a 倍しました。こちらも 1-a 倍すれば、a 倍の xn たす 1-xn。はい。狙い通り、ちゃんと xn 絡みね、全化式ができそうです。はい。というわけで、これ xn たす2イコールにしてあげましょう。はい。xn たす2イコールです。はい。これも他のやつ全部左の辺にね、移行するような形で変形をしてあげることにしましょうか。はい。そうすると、これ、マイナスマイナス1プラス a 倍の xn 足すそしてこれプラス a, xn 左に持っていくから、マイナス a, xn ということになりますね。はい。これがカッコ1番の回答です。お待たせしました。はい。まあ、qn 関係を消去して、pn 関係を残しただけですから。まあ、そんなね、あの、大それたことをしてるわけじゃないんだけれども、まあ、計算としてはまあまあ汚かったかもしれないね。はい。これ後で使うかもしれない。丸三番としておきましょう。でですね、実はですね、こちら見てください。 この後、括弧2で xn これ全化式解くんですけど、ほら、ここで yn も全化式作って解くような流れになりそうなので、yn についても関係式作っておかない今の括弧の1番の流れで、実はこれを、これの y 成分に注目すれば、ここですね。これに注目すれば、ほら、ここって x が y に変わってるだけでしょこっちも。x が、ちょっと待って、さらに狭いけどね。x が y に変わってるだけなので、ここの部分の、 ここ変わらないよね。で、X と Y を取り替えるだけ。で、ここだけ。これが 1-A 分の0のところがね、A のマイナス N 乗になってるっていうことなので、はい。Y 成分についても同様に考えてあげて、作っておいてあげましょう。Y 成分においても同様に。同様に考えるんだけど、気をつけてね。もう一回言うけど、 ここの部分だけが、これ1、1-a 分の a のマイナス n 乗になる。で、いうことなんで、ここで 1-a かけたときに、はい、ここが、ここの部分がね1、1-a 分の a のマイナス n 乗になるので、両辺に 1-a かけたときに 1-a かけて、で、右の辺は変わらず、これが y に変わってるだけですね。 あの、カッコの3のための布石を打ってるという、こういう感じです。はい。そしたら、これが1、1低いが消えますね。なので、はい。y の n たす2イコールいきましょう。はい。y の n たす2イコール。はい。これイコールですね。これ向こうに持っていく感じで、さっきとほとんど変わりません。1たす a 倍の y の n たす1。マイナス a 倍の yn だけど、こいつがいる。たす a のマイナス n 上です。 はい。丸3に対して丸4がいるというふうに覚えておきましょう。これは後で括弧の3番で使うと。こういうわけです。はい、お待たせ。カッの2番に参ります。はい、こちらですね。えー、初項と第二項が与えられたときにこれです。XN の一般項。つまり、全化式を解けと。こういうことですね。では、今の括弧1で求めた全化式、参考間全化式解きましょう。はい。 括弧の2番、今のね、えー、になりますね。えっ、ー、と、x1 が0で、x2 が、x2 が1。はい。そして、えっ、ー、と、括弧えっ、ー、と、丸3、カッコより一緒にしよしょうね。はい。これですね。x の n たす2。イコール1たす a 倍の。はい、x の n たす1。 はい、マイナス AXN ということになりますね。まあ、これ、いわゆる参考感全化式っていうやつで、えー、XN たす2、マイナスにして、はい、1たす A 倍の XN たす1、たす A 倍の XN イコール0っていうふうな形になっているときに、ここの細かいことはちょっとあんまり言わなくても平気かな。 参考換全化式を復習してくださいっていうところでご勘弁ください。はい、このようにね、二次方程式みたいに作ってこれ、特性方程式なんて言いましたね。はい、こうやって出てきます。そしたらその特性方程式の解が1と a ということになりますので、はい、こちら、丸三丸三が2通りに変形できるってことがわかります。はい、2通りに変形できます。この特性方程式の解が1と a なので、 こちら一つは、xn たすにマイナス1倍の x の n たす1、イコール a 倍の x の n たす1、マイナス1倍の x。これが一つと、もう一つは a と1をこうね、入れ替えた。x たすにマイナス a 倍の x の n たす1、イコール1倍の x の n たす1。 マイナス A 倍の X。まあこんな風に変形ができるというところですね。はい、そしたらこれ丸五、はい、これ丸六という風にしましょうか。はい。で、丸五丸六それぞれね、え解いて、それを連立するという方向で回答を作ってしまいましょう。はい、もちろんのことこちらですね。これを N 番と見れば、こちらが N たす1番になってますね。これを N を N たす1に変えるとこれだもんね。A をかけて次の項に行くから、 公比が A の等比数列です。はい、丸五について。はい、数列、xn たす1マイナス xa。はい、初項が n に1を入れた、x2 マイナス x1。はい、かける公比の n-1 く乗ですね。はい、x2 と x1 は1、ロですから、1、ロが入るんで、こちらは A の n-1 く乗となります。 はい。投資数列の下りの言葉は書いてませんが、ちょっと省略しましたけれども、はい。この数列がね、初項が x2-x1。公費が a の投資数列ということが丸5からわかると。こういうわけです。はい。丸6についても同じように行きましょう。丸6について。はい。丸6について参ります。はい。こちらですね。はい。もちろんのこと。これを n 番と見れば、はい。これを n を1個増やした。n たす1にしたのがこれになります。はい。次のに行くのに、 n 番と n たす1番行くのに、1をかけて、次のに行きますからね。はい。公費が1の等比数列です。つまり、xn たす1マイナス a 倍の xn という数列。これを一般公に持つような数列は、初公が n に1を入れた、x2 マイナス ax1。はい。かける公費1 n、1の n-1。ですね。はい。で、x2 と x1 はこのように1、10と分かってますから、 はい、これイコール1というふうに分かってきます。はい、これ丸6ダッシュとしましょう。はい、こうくれば、はい、これについてと。これについて。はい、連立してあげて、x への求めれば、括弧には終わりですね。はい、ということで、じゃあ、丸5ダッシュから丸6ダッシュ引きましょうか。 丸五ダッシュ引く丸六ダッシュやりますね。はい、これ。これからこれ引きますよ。とすると、xn 足つ1はもちろん消えて、-xn から -axn 引くので、a 引く1倍の。はい、xn。はい、これイコールですね。a な n 引く1乗引く1となります。はい、このようになって、はい、a は今1じゃなかったね。問題文に書いてあります。なので、 はい。両辺を a-1。これが0にならないから割ることができるということで、xn イコール、a、a-1 分の a の n-1 を引く1。はい。これで終了ということになりますね。はい。いやもちろん、もちろん、あの、ひっくり返りで1、1-a 分の 1-a の n-1 乗でも全然、どっちでも構いませんからね。はい。ということで、カッコの2番が終了です。さあ、最後の仕上げ、カッコの3番ですが、 カッコの3番は、はい、ということでカッコ三番は、これね、えー、y1 と、えー、y2-y1 の値が分かっているときに、yn の一般項を求めるんだけど、さっきのカッコの2番でね、えー、見た通り、yn の全化式ってこれになるんですよね。で、実はこれ、xn に対して、ほら、y 成分に余計なのがくっついてたから、yn についてはこの後ろがついてるだけ。つまり、x についてはこれだったから、 これ特性方程式の解が A と1だったよね。A と1だったんで、こういう風になったでしょさっきね。で、これを N 番、これを N たす1番とか、これを N 番、これを N たす1番っていう風にやって、丸5丸6を解いたじゃないで、今回はこれに似てる、だけどこれがついてるだけなんで、これに後ろに追加で、A のマイナス N 乗がついてるよー。 っていうだけの話、これが yn に変わってね。だけなので、後ろにつけたらどうでしょうつまり、こちらは、このように、このね、xn を yn に取り替えて、はい。もともとこれ丸四だったね。xn の全化式は丸三で、これ丸四でした、yn がね。はい。これが、このように二通りに変形できるよ。後ろに a のマイナス n 乗がついてるだけだよ。ここだけ余計なんだよっていうところで、わかりますね。さあ、それを解きなさいというのが、 カッの3番だというところだけなんですね。はい。なので、ちょっとまあまあ、ややこしくはなりますけど、はい。こちらを解いていくことにいたしましょう。どうだったかな理解ちゃんとできたかな理解ができたら、自分の力でも解けるように、アウトプットできるように頑張ってみましょう。数学はね、いろんな単元が繋がってますから、いろんなところでわからないことが出てきたら、それを自分で調べられるようにこちらでも用意してますので、安心して受講してください。それでは、お疲れ様。